と一回こっちに。じゃーん、すごいな。めっちゃいい。じゃあ入りまーす。オーケー。わっ、わーすごい。すごい。これが見えるところちゃう？めっちゃ見えてる。これ電動かな？電動ちゃうやろ。え、カーテンの開けると、あった、あった、あった、わー、すごい、すごいで、最高や。わー、すごい、すごい、見て、見て、あっちも、あー、すごい、え、めっちゃいい夢やん。あ、でも、3人なら寝れそう、ここ。これでは、あと1個、ベッドは、じゃあ、ソファーベッドになんねんて。あー、そう、うん、めっちゃ広い部屋。どこに、ほら、そこに。わー、最高やな、ソファーで。な、今からエビワンタン食べに行きます。今回はバーバとママとハチと4人で来ました。もう2時やけど、お昼ご飯も食べてないし腹ペコなんで行ってきます。着きました。ここでお昼を頼みます。あ、そうなん、そうなん。出てきた、出てきた。出汁はいい。出汁より麺嫌いじゃない。ほんま、うん、なんか麺が好きだな。ちょっと脂っぽいな。口コミ通りプチプチしてんな。おいしい。これを食べます。一緒やって一緒やって感覚はあるね。見ても一緒になっておるのあとくないじゃん。確かに、うまい。おいしい。食べたかった、これが。じゃあゆっくり食べます。エビワンタン食べ終わって次にやってきたのはウェルカムスーパーです。じゃあ行きますか。ここはすごいいっぱい、なんかいっぱいみんな買ってんで。あ、出前一丁や。出前一丁買いや。なんぼなん？1個、うん、92円。10個で、何が美味しいんやろ。10個で591円。へえ。これが気になってたんやけどな。何これ？海鮮シーフードフレーバーって書いてある。出前一丁の水色の袋とか珍しいな。うん、なんか出前一丁がいろんなやつあるらしいよ。こっちジャスミン茶とか、なんか紅茶あるで。ここお茶が有名なんじゃ。あ、いや、これ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 がさ、これ買いたいね。これ見てたやつです。うん、香港スタイルのミルクティー。じゃーん、香港式ミルクティーとクラフトビールを買いました。あんまり何もなかったんで、じゃあ次行きますか。お、じゃあちょっとチョンキンマンションに両替でもしに行きますか。そうですね、うん、じゃーん、チョンキンマンションです。入り口はぼったくりらしい。インド人に負けずに入っていくね。強い気持ちで、うん。あ、マスタードスペーサーでお土産買って、今から間に合えばエッグタルトです。荒木優子も言ってたベイクハウスで、めっちゃ名前が見にくいけど、こんな感じでちょっと並びます。じゃーん、買いました。でも人がいっぱいすぎて、全然まあエッグタルトも買えへんかったし、人が全然いっぱいで中の動画は回せませんでした。じゃあホテル一旦戻って荷物置きましょうか。ベッグハウスでエッグタルトを行ったんで、シナモンロール買いました。いい、これ無限に入れた方がバーバー。うん、おいしい。はい、おいしい。いただきます。何の建物なんやろ。うん、ミュージアムやろ。おいしい、めっちゃおいしい。超おいしいな、うん、で
もう一個はこれクッキーこれで、あ、ちょっとやばい、こんなうまっ、何それ、あ、ちょっとなんかアップリコットのクッキーみたいなやつ、アップルパイ、アップルパイクッキー、うん、うん、じゃーん、オープントップバス来ました、イエーイ、あ、帽子がいっぱいうちのクミちゃんです、行ってきます、なんとなんと動き出しましたけど貸し切りです、イエーイ、暗くなってめっちゃいい感じじゃない、わー、ほら楽しみ、もっと暗く、うわ、海やで、しかも海めっちゃ綺麗、わー、じゃあ、うん、あ、すごーい、シンフォニーオブライツをホテルの部屋から見てます、じゃーん、音楽ないけど、もっとバーッと光ったらな、いいのにな、もともと光ってるから分かりづらい、もともと光ってるからなじゃーん、朝ごはんに来たのはここです、食べましょうか、食べましょうか、じゃあ、いただきます、美味しい、これが食べたかったのよ、なあ、絶対美味しいね、これ、もうこれ美味しいけど暑かったバーバル、あ、どうかんだ、ごめんごめん、なん切ってないな、え、切れこれで1個やバーバル、うん、なんでこれ大きすぎるやんか、あんた大きいの多分小さいのでいいね、なんか癖のある葉っぱが入ってる、え、癖のある葉っぱ、パクチー、パクチーじゃないか、おいしい、おいしいな、じゃーん、うわ、落とした、来ました、わー、すごい、あ、ゆば、ゆばや、ママが言ってたやつだ、ほんまや、すごーい、美味しそう、 Thank you、 わー、カニ味噌のシューマイやで、ガンゴみたいな、うわ、これついてんで、じゃーん、シューマイ、エビ発酵、プリプリ、肉まんの中、肉まんの中身めちゃめちゃ海外行ったんです、そう、まあ、それは、うん、シューマイです、あ、しゃいでる、これまだ食べるわ、めっちゃまだ食べるわ、何それ、これなんかリバー、リバーやっけ、おいしい、大丈夫、これは
湯葉をなんかで巻いたやつ。そうやろ、めっちゃ辛いよ。何が辛かった？ラー油。ラー油より辛い。そう。ラー油が。大丈夫かよ。これ食べてるの。最後一口は楽しみの。じゃーん。こっちがさっき食べてたやつ。一番これが美味しかった。これは？食べ方。美味しかった。ごちそうさまでした。さっちゃん、ゴールドフィッシュストリートに来ました。わあ、見て見て。さあ、中の水槽。すごいね。ああ、いっぱいいるな。うじゃうじゃいる。ほら見て、こっちいっぱいおるで。ザルガニもいるで。ほんまや。連れて帰りたくても連れて帰れません。マリリンとモンロいいや、連れて帰ろうかな。かわいいな。まあ見に来たかっただけじゃあもうちょっと歩きましょうか。じゃあここでお年玉袋買いたかったうわ、ほんまや。来年の買っといたら。今やな。ほんでここはどこですか？2サイドストーリー。ハロー。マグネットコーナー。センキーフォーユーラー。あ、ここに売ってんで、マラカ。あ、そのいびつな形の。線抜きマグネットあるやん。何か。マグネットそこら中にあんな。でもマグネットこだわりがあんのよな。ちょっとゆっくり選ぼう。どこも売ってんの同じやな。ほんまや。こうだと見て光ってんで。パリピや。じゃーん。買いました、香港マグネット。集めてるんで値切って29ドルって言われました。まあ何が相場か分からんけど20ドルまで下げてもらったかな。めっちゃ可愛くないパープルで。じゃあまた家のマグネットのとこに飾りたいと思います。20でいいの？連絡あんで。持ってきた。じゃあそこに置いてあるで。15にしてみて。15で言ってみて。15 OK? Thank you. じゃあ地元で高かったんかな、もしかしたら、うん、なあ2ドルしか全然負け。15でいけよ。ちょっと15は申し訳ないかなと思って。え、見せてよ。はい、香港。もうこのストリートも終わりかな。じゃあマミーとバビーはもうさっさと帰りたそうで、歩いて歩いて行ったんで、私らも帰りまーす。バイバーイ。1日目これで終わりかな。終わりかな。あとはコンビニ行って帰るぐらいかな。はい、じゃあね。バイバーイ。バイバーイ。